Beware of Moving Wax Doll で、我々のユニットの方でですね、使ってる楽器というか、まあ、持ってる楽器の、うん、今回は楽器紹介と、そうね、させてもらおうと思ってます、うん、で今回、初回、ご説明する何なのかと申しますとですね、ギブソンは、SG とですね、あの SG ベースリーシュ、この2台を、説明していきたいと思います。でまず俺のギターからね、うん、これは去年の2011年のモデルなんですけども、SG スペシャル 60s トリビュートってやつで、1960年代の初期のトリビュート版で作られたね。比較的ギブソンにしては安い、7万円ぐらいのね。で結構新しい考え方で作ったような感じだ。それがね、古い考え方で新しいもの作った。なるほどね、っていう、そういう感じかな。そういう、今ギブソンそういう動きがあるって感じ、ね、あるんだね、うん、もう両極端に分かれてるのかなって感じだ、うん、そんな感じでね、作ったあのギターでございます。で、そっちはこれはね、まあギブソンのベースの定番っていうと、やっぱサンダーバードとか、ね、うん、EB なんだけど、うん、それの、まあ、EB3 の感じなんだけど、これ何年ぐらいに出たのかな、2000年ああ、そんなもんかね、2003、2004年かな、うん、に出たこのリーシュー版でちょっと違うんだよね。この辺がもうちょっと単純になってる、コントローラーが、うん、これバリアブルトーンスイッチがついてたのがね、うん、なくなって、まあ、フロントボリューム、リアボリューム、うん、マスタートーンみたいになってるね。なるほどね、うん、まあでも作り自体はその大して変わらないという、うん、ショートスケール、うん、なるほど、モコモコです。それでじゃあなんで買ったのかっていう、うん、その辺のお話をしていきましょう。まあ当時あれだね、まだ前のバンドだった頃の、うん、あれテレビだっけ、あのネット TV、うん、ネット配信するときに LINE でフェンダーでやったときなんかこうカチャ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 って、ね、そうちょっと軽い感じになっちゃったね、うん、だからゴムブッド音が欲しいなと思って、そうね、うん、それで買ったんですね。そうそう、俺がその時にほら LINE で使うから俺レスポール使うわって言ってて、ストラトとか使うの やめちゃって、うん、レスポールにしようかなって、だからレスポールに合うっつったらやっぱ、うん、これしかねえんじゃねえかなみたいなって買ったんだけど、実はやってみたらさ、うん、そうでもなかったんだよね。ちょっとね、まあそんな理由でね、まあ今もだから LINE で使うことがね多いんで、ギブソンタイプのフェンダータイプよりいいかなって思ったんで、私の場合はこの、SG を、実はねハンバッキングの、SG を買ったんだけど、買ったね、それもね、そうだったね、なんだけどハンバッキングやっぱり向いてないんだ、あんまりねいまいちだったんで、やっぱりそれでこれ P90 ってシングルコイルのねピックアップがついてるんだけど、こっちのギターの方がやっぱりなるべく古臭い方が俺には合ってるのかなみたいなね。じゃもう木なんかサイドボードみたいな、そうね。いつまで経っても1960年代の初期から抜けられないっていう、それより古いモデルしか弾けないみたいな部分はあるのね。でまあ逆にそういったところで、SG も実はハンバッキング買ったんだけど、やっぱりみたいな感じでこっちにしてしまいました。で今すごいなんかさ、めっちゃめちゃ気に入ってんじゃん。そう、これが一番、うん、気に入った理由っていうのはどう？気に入った理由はね、やっぱりね、なんでしょうね、やっぱ古臭いところがね、うん、このどういうの、これは、いや、ベースの方から言ってよ。そう。まあ気に入った、うん、気に入ったっていうかね、これ買うとき、やっぱ本物の EB もね、結構見たのよ。うん、何本か、うん。当時ものね。そう、当時もの、うん。だけどね、やっぱもう楽器としてこれ、まあ、その歴史的なその重みはあるんだけど、うん、もう楽器としてもちょっと終わりに近づいてるなって感じ。うん、危ないもの、ね。危ない、うん。もうヘッドは折れそうとかね。なるほどね。キャシ、キャシャな感じで、うん、ちょっと普通にガンガン使うにはちょっと怖いなって。うん、でこれならね、うん、新しいモデルだからってことでいろいろ引き比べた結果、うん、まあ、これにしちゃったんだよね。なんでさ、その EB じゃなきゃいけなかったのかな、うんうん、まあそれはさ、うん、まあ音とかね、うん、そのバンドにとっての音とかをちょっと抜きにしても憧れみたいなのがあったわけだよね、うん、それは何みたいな、
クリームだよ。な中学のさ。ということはこれですな。そうね。気にして欲しくなっちゃったっていうところもあるね、うんうん、俺ね SG って全然ね憧れも何にもなかった、うん、あのかっこいいっていうかね自分でずっとだから憧れてたのはね実はこっちのねレスポールデラックスだったの、ね、そうでもねあの決定的にね俺に苦手だった部分がねこのアーチがあることね、だからこれ座ってね実は録音でこっち使ってないけどね、だけどあのライブっていうかね人前で弾くときにね弾くのはこのフラットトップの方がやっぱり俺は全然やっぱり弾きやすいんだよね、うん、それでまあ憧れてたのはレスポールだったんだけど、うん、レスポールやテレキャスターだったんだけどね、うんまあ、テレキャスターはいいんだけどたまたま今のユニットにはあんまり合わないと、うん、そうだね、でまあ SG を買ったわけなんですけどやっぱり SG って言うとねあのこの人かなみたいなね、うん、1、2、3、4ちょっと危なかったけど、うん、だからねサンタナね、サンタナね、うん、まあ、SG って一番やっぱり、自分がギター始めた頃に使ってた人たちっていうのはまあサンタナが一番ね、そうね、やっぱり目にすること多かったね、そうだね、そんな感じだったな、うん、まあそんなところですかね、うん、じゃあそしたら演奏、うん、とりあえずね、うん、これでやってみたやつも聞いてもらおう、聞いてもらおうか、うん、ね、あのうちの、ユニットのですねあのオリジナル曲で、なんだっけマジックドール忘れてたっすじゃあ聞いてくださいどうぞ。I'm a passion.
はい、はい、聞いていただきました。いかがでしたでしょうかね。ちょっとね、演奏危ういちょっと危ない、まあね、うん、それはいいとして、うん、で、今回、俺はね、うん、今の自分のメインの S 字、うん、それで、まあ、村上はメインじゃないけど、メインじゃない、うんうん、まあ、今後そのユニットで使うかどうかもちょっと危ないけど、ね、あ、分かんないけどね、うん、まあ、とりあえず、合わせという、うん、色合わせてみましたみたいな感じでね、うん、やってましたけど、次回の予告、うん、ね、次回の楽器紹介の予告はですね、こちらのダンエレクトロの方でね、行ってみようかなと。バリこれ、あこれボロいんだよね、リアルタイムで壊れた。あの、こっちで、紹介させて、俺もこの全く同じベース持ってるから、うん、それもね、合わせて、そう、あの、やってみようか。色違うけどね、うん、どんな曲、今日は持ってきてないから見てるね、これでやるか、ちょっと、お楽しみにしていただければ、ね、したいということで、ありがたいなというところで、では次回、それでは、さよなら、さよなら。